ラデク・ベイブルは、チェコの元サッカー選手。ポジションは MF。1990年に18歳で、SK スラビアプラハイ入団し、選手生活をスタートすると、すぐに頭角を表し、1995から96シーズンに、ガンブリヌスリーが優勝、UEFA カップベスト16進出に貢献した。この活躍により、スカウトの関心を集め、1996年に、 スペインプリメーラディビションのアトレティコマドリードへ移籍した。アトレティコでもレギュラーに定着し、リーグ通算105試合に出場し、1996から97シーズンの UEFA チャンピオンズリーグベスト8進出や、1999年と2000年のコパデルレー準優勝に貢献したが、タイトルとは縁がなく2000年に二部降格が決まると、クラブを去り、 フランスリーグアンの RC ランスへ移籍した。その後は SK スラビアプラハ、オーストリアの SK ラピードウィーン、チェコの FC スロバンリベレツを渡り歩き、2008年に現役を引退した。チェコスロバキア代表として、1992年1月4日のエジプト戦で代表デビューを飾り、国際 A マッチ2試合に出場した。1995年からは、 チェコ代表に選出。1996年の UEFA ユーロ1次リーグ第2戦対イタリア戦では決勝ゴールを決める活躍を見せ、同国の大会準優勝に貢献した。しかし1997年の FIFA ワールドカップフランス大会予選ではスペインに競り負け、ワールドカップ出場は叶わなかった。UEFA ユーロ2000に出場し、 2001年6月6日の北アイルランド戦を最後に代表から退いた。チェコ代表通算では国際 A マッチ56試合に出場し3得点を記録した。ありがとうございます。